先週末に続いて再び来ました。1週間が経過して全体の塗装がかなり進んでいます。全体側面には航路愛称のオリーブラインがペイントされているところです。1秒ごとのインターバル撮影をして1時間を2分で再生しています。客室の外側では窓枠のコーキングが行われていると思われます。わかりにくいですが、前主側面に船名がペイントされています。前尾側面に船名がペイントされています。1秒ごとのインターバル撮影をして30分を1分で再生しています。後方では次に検討する船体ブロックをクレーンで移動しています。
店名やオリーブラインのペイントが完了しました。ゴールデンウィーク明けの浸水式に向けて最終の工事が進みます。